はい、この講座はね、欧州館のは6年生限定の、通塾生限定のね、無料講座になるんですけれども、この講座はね、火曜日、木曜日、日曜日の夜8時ぐらいにね、ぐらいに、欧州館のはに通塾している子たちに向けてのね、番組になります。で、これね、塾生全員必須で、受講してほしいんですけれども、内容としましてはやっぱりね、今まで教室授業でやってきた理系の後期の問題、理系の S とね、あと後期問題集とかね、あとノア問題集の4とか10とか12とか今やってる子もいると思うんだけれども、入試のね過去問ですよね、こういうものが意外と難しいということで、分かったような分かんないようなで終わってる子もね中にいると思いますので、これをね、もう一度解説行ってですね、まあこの30分ぐらいをね目安に考えてます。で、塾生の皆さんやっぱり教室にね、結構来て自習毎日頑張ってくれてるんだけどもね、まあ、夜ね、やっぱ寒くなってきますんでね、風邪ひいちゃう子が出ると困るなということで、みんな9時半10時までね自習やってるよね、欧州館のあのね、蒲田教室、都立大教室でね。だけどあんまり遅い時間までやってね、ちょっと心配だっていうのもあるんで、一応ねフォロー講座ということで、家でね、最低限これだけはもう一回確認しといてほしいよっていう、テーマの問題をね、今まで教室授業でやった問題を中心にしてね、フォロー講座を行っていきますんで、まあこれはねぜひね、全員受講してみてください。で、やっぱりね欧州館って個別授業なので、それぞれの子にね先生たちからアドバイスっていつもしてるんだけれども、塾生全体に向けてのね、一斉のね、話っていうかな、アドバイスする機会ってね、ないよね、やっぱり個別の塾だからね、で、このね動画ね、とりあえず6年生限定あと80日ね、これ撮ってる時はあと80日なんだけれども、どんどん入試迫ってきます。やっぱりねその都度その都度モチベーション気持ちも高めていかなきゃいけないので、このね動画、欧州館の TV の出張版になるんだけれども、この通信教室の方でですね、通塾生もこれ受講してもらってね、細かいポイントなんかかなり言っていきます。そういうところもね、やっぱり刷り込みなんだよね、一回でなかなか覚えることってできないから、先生たちもねこの火曜日木曜日日曜日の動画で、細かい点繰り返し繰り返し何度も言っていくんで、あ、そうだそうだっていうのをね、毎回気づき発見がねあるような形で勉強していってほしいなと思います。これ6年生のね通塾生限定のシークレット講座なんで、なんとかね、通ってる子たちね頑張って、合格させたいなと思ってるんで、欧州館の先生たちも今回この講座の企画をね考えましたので、みんな必ずね受講してください。頑張っていきましょう。